ねえねえ、みんなはどんな男の子が好き？とっと突然の恋バナ。私はね、ちょっとミステリアスで不思議な人がタイプ。私はお勉強ができてスポーツ万能、そして優しい人がいいな。私はね、王子様みたいな人。みんなそれぞれ好きなタイプって全然違うんだね。私はおしゃれで明るくて面白い人が好き。そんな男の子いないかな。あれ、プリキュアたち。あ、リオくん。ねえねえリオくん、今私たちで好きなタイプの男の子の話をしていたんだけど、おしゃれで面白くて王子様みたいで、ちょっと不思議でミステリアスで、そして頭が良くてスポーツ万能なイケメン知らない？おしゃれで楽しくて、そしてなんだっけ、イケメンでミステリアスで王子様、そんな人はいないと思うけど。あ、でも僕の知り合いにそれぞれのタイプに合う人ならいると思う。ほんとほんと？リオくん、今からその人たち連れてきてよ。あ、いいよ、わかった、連れてくる。リオくん、どんな人連れてきてくれるんだろう、ドキドキしちゃう。お待たせ。早っ。君たちにぴったりのイケてる人たち連れてきたよ。やあ。うわー、素敵。それで僕たちと一緒に何がしたいの？ああ、男の子たちと一体何したいか考えてなかった。自分がとってもタイプな人が現れたら、好きって告白するしかないでしょう。告白？でもドキドキしちゃう。そんな時は真っ白な一枚の紙を用意して、ここにカラフルな線を引いて、それぞれの線の先に男の子の名前を書いていくよ。それぞれの阿弥陀くじの先に私たちがスタンバイして、ドキドキ告白阿弥陀くじスタート。まずは私からだね。私は一体誰に告白するんだろう、ドキドキしちゃう。私の阿弥陀くじのその先にいるのは、ハリー。私の告白相手はハリー。確かにハリーっておしゃれでとっても面白いよね。よし、告白してきちゃおう。ハリー、ちょっと来て。なんや？あ、キュアソレイユ。あのね、私ハリーのこと大好き。キュアソレイユが俺のことを大好きやて。と、でもまずはお友達から始めて、これからちょっと二人で遊びに行かない？そやな、お友達から始めようか。二人でおしゃれなお洋服見に行こう。それええな。なんだかいい感じ。次は私の番だね。私は一体どの男の子に告白するんだろう。ドキドキ。私が告白する男の子は、ジュリオ？一体ジュリオって誰だろう？呼んでみよう！ジュリオー！なんだ？俺の名を呼ぶやつは。あ、君がジュリオだね。私の名前はピュアミルキー。宇宙人だよ。宇宙人？あのね、突然だけど、君に告白することに決めたんだ。私、君のことが大好き。さっき会ったばかりの宇宙人に告白されてしまった。なんて面白い人だ。気に入った。やった、気に入られちゃった。宇宙人がどんなことして遊ぶのか俺に教えてくれよ。いいよ、デートだね。わあ、なんだかんだあの二人お似合い。よし、次は私の番だ。私は一体誰に告白するのかな。ドキドキしちゃう、ワクワクしちゃう。私が告白するのは、アキラさん。アキラさんってキラキラプリキュアラモードに出てくる、あのすっごくかっこいい人。まさに理想の王子様じゃん。よし、アキラさんに告白しちゃおう。アキラさん。なんだい？君は。私の名前はキュアスターです。アキラさん、私、アキラさんに一目惚れ。
私の王子様になってください。え、キュアスターの王子様に？しょうがないな、王子様役は劇とかでやったことがあるから。いいよ、キュアスターの王子様になってあげる。うわー、ありがとう。じゃあこれから二人でお茶しに行きましょう。うん、オッケー、プリンセス。キュアスターは私が女ってこと知ってるのかな？王子様、まあいっか。みんなラブラブで羨ましい。最後は私の番だね。私は誰に告白することになるのかな？ドキドキしちゃう。頭が良くてスポーツ万能なイケメン希望。私が告白するのは、リオくん？私はリオくんに告白するの？でも決まったことだからしょうがないよね。でもよく考えるとリオくんって頭もいいしスポーツ万能だし優しいし、私にぴったりの人かも。身近にぴったりな人がいたんだな。おーい、リオくん。なんだい、キュアセレーネ。あのね、私今気づいたんだけど、リオくんのこと大好き。え、キュアセレーネが僕のこと大好きだって？実は僕ずっとキュアセレーネのことが大好きだったんだ。どうして僕の気持ち届いたんだろう。ねえねえ、リオくんは私のこと好き？うん、実はずっと前から大好きだったよ。本当嬉しい。僕たち両思いだったんだね。そうだね。じゃあどこか出かけようか。そうしよう。初デートだね。あ、そうそう、みんな今日告白したカップルの中で誰が一番お似合いだと思ったかな？お似合いだなと思ったカップルをコメント欄に書いて教えてね。ハリーとキュアソレイユカップルがいいなと思った人はコメント欄に一番って書いて教えてね。おしゃれでイケてる最強のカップルっしょ。2番目にカップルになったジュリオとキュアミルキーが一番似合っているなと思ったらコメント欄に2番って書いて教えてね。宇宙の不思議、2人で語り合おう。それはいいね。3番目のキュアスターとアキラさんのカップルが一番似合っているなと思ったらコメント欄に3番って書いて教えてね。アキラさんはまさに私の理想の王子様。こんな素敵なプリンセスに出会えてよかったよ。4番目のキュアセレーネ、リオカップルがいいなと思ったらコメント欄に4番って書いて教えてね。僕たちがまさにお似合いのカップルだと思うけどな。実は今好きですって言いたい、好きな人がいるっていう人はグッドボタン押してくれると嬉しいな。この動画が面白いなと思った人、プリキュア大好きな人もグッドボタン押してね。コメント欄ではこの動画の感想もお待ちしてるよ。チャンネル登録もぜひ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。